足板と下に座って食べることにします。アングル的な感じでね、うどんはこうやって食べたくないけども、じゃあちょっとねこういう感じで食べようかなと思います。まあ、見やすいもんね、こっちの方が。まあ日記飯として自分のためにも残すためにもね、ちょっと見やすいようにしようかなと思ってます。ただいま6月2日、2013年6月2日2日やな。うん、11時31分でございます。おはようございます。まあちょっと早めの昼ご飯、ちょっと遅めの朝ご飯、チキン、何やろこれ、チキンフライ、あの大きく開いた唐揚げ、チキンのカレーは昨日、おとといっていうの、豚丼にして、豚とじと他人丼にして、親子丼にして、もうトロトロに溶けた汁、あの丼を煮込ん、丼の具を煮込んだスープにカレーをぶち込んだものです。いただきます。あ、どうしてもね、唐揚げカレー食べたかったけど、見たらこのチキンのこのやつの方が食べたくなっちゃって、こっちにしました。うん、おいしい。あ、こっちにしてよかった。ザクロスサバイチコ入りです。本日も私休みです。乾杯。昨日はモンハンにやってくれたな。どういうことね、昼の2時ぐらいから夜の12時ぐらいまでやって、その後またさらにやってました。バカですね、自分の子供が本人やったら怒るやろうけど、なって限度ないですね、まあ大人だからってことね。この後もとりあえずやるんですけどね、僕は。うん、おいしい。うん、財布がね、まあ、昔の動画であげてるルイ・ヴィトンの投げの果てっていうので、ルイ・ヴィトンを改造した財布なんですけど、チャックを閉じてる状態なんですけど、チャックはバカになっちゃった。いよいよこいつもお別れの時かな。大して使ってないんやけど、大して使ってないけど、もらってからは使ってないんでね。もうあなた偽物か本物かさ、定かでないような、多分ビトンだと思うんで、こんなの。このチャック、これなんかしたらうまく閉まるようになるよっていう情報あったら教えてください。なければまだちょっとこれを何かしらにリメイクしようかな。うん、分からんけど、うん、中の方もねちょっとボロボロになって、カードケースとかカードケースというか、カード収納する場所ね。
カレーうまいな。なんかお昼のカレーって最高。給食のカレーも結構美味しかったな。夕飯カレーより昼カレーの方が僕は嬉しいタイプです。ちなみに前日にカレーのルーを入れて今日の日は温め直しました。そうですね、その日のうちに食べるタイプではあんまないですね。まあキーマカレーみたいにしたらその日に食べけど、意外とやもんな。関西人に返したいな。このために一緒に飲みたいってコメント書いてくださる人もいらっしゃいますけども、ニコニコ動画の方で生放送してまして、こちらの放送しているコミュニティの方で告知をさせていただきます。あとまあ生放送とかで絡みある人のみ参加できますので、よかったら、ね、生放送の方に遊びに来てください。もうちょっとね一緒に飲んだりできるかもしれません。基本的に一日会ったりとかオフ会以外で会うことはありません。ザクロスうまいな。ウィスカンザクロスにソーダ水待って飲んでみてください。お風呂上がりとかにキュッて飲むと超美味しい、さっぱりしますね。それではごちそうさまでした。2013年6月2日11時40分ぐらいです。またね。てなまえこのやろう。なんかもんてこに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 。た。やんぼーやんぼ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 や
っつ